アルビア・ドミニカは、ローマ皇帝、ワレンスの皇妃。ドミニカは、親衛隊長官であった、ペトロニウスの娘として生まれた。ペトロニウスは、強大な権力を誇っていたが、その強欲さと残酷さゆえに憎まれ、365年に、プロコピウスによる反乱を招くこととなった。ドミニカは、ワレンスと結婚し、アナスタシアとカロサの二女と、 スワレンティニアヌス・ガラテスの一難を設けた。コンスタンティノープルのソクラテス及びソゾメノスによると、二人の娘は、元自住のマルキアヌスから教育を受けたという。マルキアヌスはノバティアヌス派の司祭となっており、マルキアヌスが引き続き宮廷に仕えていたことが、ワレンスのノバティアヌス派に対する寛容な立場につながったと考えられている。4世紀初頭のキリスト教会は、 三位一体論争の真っただ中にあった。325年の第一二階屋公会議において二階屋信条が採択されたが、それは父と子、精霊が同質であるというものであった。アリウス派の提唱者アリウスはこれに同意せず、父と子、精霊はそれぞれ別個のもので、父が子を作ったと主張した。ドミニカはアリウス派であり、 夫ワレンスにアリウス派への改修を説得したと言われている。テオドレトスによると367年頃にドミニカはワレンスにコンスタンティノープル大司教であったアンティオキアのエウドクシウスから洗礼を受けるよう説得したという。エウドクシウスは当時最も影響力を持つアリウス派司教の一人であった。ワレンスはこの時代で数少ないアリウス派皇帝の一人であった。 確証はないが、ドミニカはワレンスに多くの優れた司祭を含む参イ一体派を迫害するよう求めたと言われている。ワレンスの治世で迫害が多く行われている。ワレンスは371年から372年にかけて魔女狩りを行ったが、これにより東ローマ国内の異教徒の哲学者のほとんどが殺害された。息子ワレンティニアヌスの創生は、 宗教論争のただ中にあった皇帝夫妻にとって大打撃であった。ソクラテスによるとドミニカは夫に息子の病気はカイサリアのバシレオスの虐待に対する罰ではないかと話したという。バシレオスは巧妙な宗教指導者でワレンスのアリウス派信仰に反対していた。バシレオスに病気の息子のために祈るよう求めるとバシレオスはニカヤ派への制約を求めた。 これを、ワレンスは拒否し、息子にアリウス派の宣令を受けさせた。バシレオスは、神の意志は果たされるであろうと言い、その後すぐウアレンティニアヌスは死去したという。378年8月9日、ハドリアのポリスの戦いにおいてワレンスは、ゴート族に敗北した。ワレンスの死について詳しい状況は伝わっていない。ゴート族はさらに闘心し、コンスタンティノープルを攻撃した。 軍を率いる皇帝がいないため、皇后ドミニカが反撃の指揮を取ることとなった。ドミニカは、ゴート族との戦いに参加する意志のある市民にも、皇室財産から賃金を支払った。夫の死後、ドミニカは、摂政として事実上帝国を支配し、皇位継承者であるテオドシウス一世が到着するまで、ゴート族の攻撃からコンスタンティノープルを守った。 ドミニカの没年とその状況については伝わっていない。ソクラテス及びソゾメノスによると、ドミニカはゴート族の侵略からコンスタンティノープルを守るため、市民兵を募り、その賃金を通常の兵士と同じだけ支払うようにし、その資金はドミニカの管理する皇室財産から出されたという。ベスタのクレーター、アルビアにその名を残している。ありがとうございます。